山寺です、今日はですね神戸三宮に来ております、これからですね朝飲みができる楽酒さんね、楽酒さんでちょっとね朝飲みしてみたいと思います、今から行きますね。はい、今ですね、楽酒さんに来ました、めちゃくちゃいっぱいですわ。朝ねここの8時半から飲めるんでね、あとねオープンの8時半から10時半までワンコインのモーニングセットやってるんですよ。なんか好きな飲み物とあとね当てが3品ついてワンコイン500円ですわ。ちょっとお見せしますね。これがね3種盛りの当てですわ。かまぼこと、これなんやろな、トマトソースでなんか煮たやつかな。あとこちらが冷ややっこで、飲み物はね山寺はこれ角ハイボールにしました。はい、まずはですね、ハイボールで皆さん乾杯です。お疲れ様です。あ、濃いめのねハイボールで美味しいですよ、うん、ちょっとねアテ3種盛りちょっと食べてみたいと思います。何から食べようかな。この真ん中のねトマトケチャップで煮たやつ、これ何かな、めちゃくちゃ気になるんですよ。魚かなお肉かな、ちょっとわからないんでちょっといただいてみます。これからいただきますよ。ちょっとなんかピリッとするチリソースかなんかで、これ魚やね、うんうん、お肉じゃないですね。何やろ、ハマチかな、うん、いい味付けですわ。なんかこのピリ辛感がいい、うん、チリソースではないけどなんかチリソースっぽいですよ。それから、うん、うまい。あ、トマトソースにちょっとだけなんかピリッとしたものが入ってるかもしれない、うん、うまい。次、冷ややっこいただきます。冷ややっこ、大豆の甘みがあって美味しい。まあそりゃそうか、豆腐やもんな。うまい。なんかここはね、魚介類がね充実してるのとお寿司もあるんですよね。お寿司食べたい気もするんやけども、まあねお腹膨れるかも分からへんからちょっと今のところ我慢しておきましょうかね、うん、これ板わさ食べましょう。板わさも久々に食べます山寺。いただきます。まあ、僕なんか板わさとか言うたけどわさびついてないから板わさではないね。これかまぼこですよ。ぐちぐちしたかまぼこで美味しい、うん、弾力があってね、うまい。何やろうな、すごいなんか興味あります。食べてるんやけどね、多分魚は魚やんやけどね。うん、美味しい。何の魚やろ、ほんま。食感はね、ちょっとハマチみたいな感じやねんけどね、貝じゃないね、これは、うん、美味しい。このソースがまた美味しいね、うん、ここはね日本酒が充実してるみたいな、いろんな日本酒ね僕の冷蔵庫に置いてあって、地酒やね、うん、いいお酒もありますよ、うん、たまたまか知らないですけど、すごくね若いお客さんばっかりです。びっくりしました。あと男性一人のお客さんもいれば女性一人のお客さんもいてですね、まあまあ入りやすい雰囲気なんですよね。店内明るいしね、雰囲気はいいですよ、うん。こちらですね江戸前卵焼きというのを注文しました、380円。江戸前いただきますわ。江戸前っていうぐらいがちょっと甘い卵焼きなんやろな。いただきます。
なんかカステラに見えます、うん、これはね、あの山寺がいつも好きな梅焼き、梅焼きをもうちょっと甘くした感じ、うん、うん、カステラ的な感じするか。こちらですね、トウモロコシの素揚げですわ、480円、トウモロコシ素揚げいただきますよ。お箸で掴んだんですけど食べにくそうだったので手掴みにします。うん、すごいね、甘くて美味しいトウモロコシ。これね、注文してからトウモロコシの皮から剥いてましたやっぱり。うん、ちょっとね、甘辛なタレがかかってて美味しい。うん、トウモロコシの甘みがたまらない。うん、今ですね、ラクシュさんで飲み食べしてきましたね。あのね、一番最後に食べたあのトウモロコシ相当美味しい。トウモロコシの素揚げすごく美味しかったです。もうね、朝飲みなんで一発目一軒目なんですけど、一軒目にはちょうどいいですね。朝8時半から空いてるんで、ワンコインからスタートして、でちょっとね、また追加して食べるっていう感じのいいお店でした。ということです、いつも山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。次行きます。